はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのルンです。ルームメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけれども、はい、リクエストがちょっと来ておりまして、はい、アキナさんのヒョウ柄姿が素敵ですよということで、ファイアースターターっていうのを見てくださいと。でも曲名めっちゃなんかかっこいいですね。これ訳したらどうなるんですか。ファイアー炎のスターター、うん、ファイアーのスターターでしょ。ファイアースターター着火剤ちゃうか。違う、炎の、スターター、なんか言わんとしてることは分かるんですけど日本語に訳すのも難しいですね。ファイアースターター、なんでしょうね。なんか情熱の何やらみたいな感じのような気もせんでもないですけど。Google 翻訳さん。Google 翻訳さん。これね、88年の10月ライブ中野サンプレザーっていうやつです。うわ、でもなんか情熱的な歌っぽそうですね。ファイアスターター意味。やっぱり検索する人は発覚。ほら着火剤大手じゃん。ほんまや。ほんまや。着火剤。言うたらファイアスタータースターターやから着火剤。着火剤っていうか。器具でもあるわけやな。着火剤やったらまたちょっと違うぐらい、ね、例えばプラグとかあんないやろな。発火具っていう直訳すればね。火打ち石。火打ち石はまた別の石っていう言葉が入る。なるほどなるほど。まあでも それらの、総称ですね。点火器具。ほう。日本語にしたら。いやもうダッサいな。はい、というちょっと MV というかこれライブ映像が公式でなんとワーナーの方に上がってるんですね、はい、ありがとうございます。これをちょっと見てみようかと思います。はい、はいはい、じゃあ行きましょう、はい、画質がちょっとあれやな。うわあ、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい今の。あ、そう、これロックっぽいやつといえばこれですって教えてもらったんや。そうなんや。うわ、かっけえな。さすが中森明菜さん、ヒョウ柄すらも上品に引きこなす。ヒョウ柄全身。いや、美脚やな。このヒョウ柄の上からも美脚やわ。そう。やばいな、この息遣いすごいですね、この曲。危なー。かっこいいな、この曲。こういう踊りが、ムエタイみたいな。結構これ、吐息多様やな。ねえねえ。あ、なんかちょっとはだける、たまにはだけるこの辺がすごいセクシーや。吐息多様。あかん、コウさんこれあかんですよ。あ、ロック合うなあ。あ、ちょっとこの回転した時のこのはだける感じがもうやばいな。むすむすうわあ。これまだカメラアングルはね、もうちょっと腰のこの辺とかがなるのかっこいいな、うん。スターターのター音出さへんからな。コウさん、コウさん、やばいやばいやばい。はい、ということで、今まで見たアキナさんの中で一番色気がすごい。色気、確かにこれおすすめいただいただけのことはありますな。なんかこの、なんていうんですかね、強いとこと抜くところと、なんかこの緩急のつけ方がすごい。今回、そのテンポ速い曲やんか、ね、うん、まあ、ロック系なんで、これぜひっていうことでね、はいはい、今回リクエストいただいたんですけども、うんうん、そのこの1曲の数分の中でも、比較的この緩急が細かく入ってるタイプかなと思いますね、今回は。
うわーって行く時とあーってなる時と、そう、そう、それがなんかジェットコースターみたいなんですよ曲中ずっと、うん、でもうなんか なんですかね、ドキドキしながらずっと見てる自分がいるみたいな、うんでもこうすごいっすね。来たーってなる。あの途中あーって出るじゃないですか。お今来たみたいな。ほんでなんかこう忘れた頃に来るがなった声、あー言うたりとか。いやロックだったら結構ロック調の曲ってこう、うん、まあ前に声出すじゃないですか、うんうん、うわーみたいな、うん、パワーを出してみたいな。そこをあえて抜くっていうのがもう。うん、もう秀逸すぎて、で何にも悪目立ちしてないんですよ、うん、むしろそれがなんかわびさびではないですけど、それがなんか一番の持ち味ぐらいのこの曲の、ほんま吐息を吐かすとすごいね。すごいっす、芸術ですね。ほんってなるわ、ね、芸術。このでもヒョウ柄とこのロック調のこの曲が相まって、いやなかなかなもんですよこれ。衣装の使いこなしがもうほんまに芸術ですこれさ。この方他の動画でも言ったんやけど、はい、まあ今そのさ前の動画で性を売りにしてありますねっていう音楽活動するとどうなるかっていうのをやったじゃないですか、はいはい、で確かにこういう中森明菜さんとか、まあ、山口百恵さん、うん、もかなりセクシーな格好されるじゃないですか、うんですね、特に明菜さんってすごい時たますごいセクシーなことされるでしょ、うんうんうん、でもそういうなんかエロとかやらしい目で見えへんねん。ただひたすら芸術なんです。綺麗のよ。そう芸術。上品、品がある。だから今回これでもさ、ヒョウ柄のまあ、うんうんうん、下パンツで、はい、もうあんまり露出ないんですけども。でもなんか体のラインがすごいわかる。パシャーってした服で、ね、でくるっと回んねんけど、回った時の回転した時のここの俺この鎖骨のところとパッてなってるところが、で、ね、でもあれがねなんかうー具合のチラリズムなんですよね。そうなんですよ、下品じゃない、ね、そうそうなんですよ。そうだから例えば触ろうかとも思わんし、思わないですね。思わない思わない、いやありがたいものとして拝見させていただくっていう、なんかそういう気持ちになるんですよ ね。だそれってただ単に女を売りにしようっていうよりかこのなんか中森明菜っていう、うん、そのあるじゃないですかアーティストとして、うん、こういうアーティストとしてはこういう振る舞いだっていうの徹底されてるんで、そうですよね、そう全て計算づくでやってらっしゃるじゃないですか、もうこの動きにしても、うん、で衣装のそのこの衣装の使い方すごいと思ったんですけど、うん、なんかこうこの上結構大きめじゃないですか。大きめですねこの辺ね、肩パッとパーン入ってるみたいな、うんうん、それを使って回ったりとかして、で髪の毛すらも使ってらっしゃるのがすごいなって、うん、パフォーマンスがすごい大きく見えるし、何回転かしてましたもん ねこの何回転かしてる間の2回転ぐらいでこうこうやってなるところがうわーって、あれも絶対ね計算づくで見えるようにしてらっしゃるんですよね、これねだからねセクシーも見せ方大事と思った。そうもう絶対見せ方、これ見せ方と、うん、あとその本人のイメージですね、普段からのその明菜さんのイメージがあるからそうやって見れたりもするわけやんか、うん、いやでも徹底されてますよね、うん、でもそれに終始こうずっと専念されてるわけですから、だからそういうセクシーなものを見ても嫌な感じで見ないし、うん、その変な心で、そうですよね、横島な心で見れないものっていう、うんうんうん、もう認識があるやん、うんうん、まず手が届かへん、その触ろうなんてそんなもん触れるかいな、手届けへんで、届くわけがある、近くにやっても手が届かへんね、うんうん、この心的にね、いやだからそこまで、うん、まあまあで神々しいですよね、ここまで来ると神々しい、うん、本当にありがたく拝見させていただきますっていう感じになるんで、このやっぱりブランド力すごいな、中森明菜さんって、すごいですね、で見せるようで見せへんっていう感じなんですよ。そうずっと見せてるわけじゃないんですよ、もう見せてスッと隠すぐらいの、うわーってやられたかーって感じで好きが、なんか好きがいい感じなんです、いい感じの好き、うん、
その好きすらもほぼ完璧に思わせるところがすごいなと思いますけどね。いやすごいわ。こういうなんてなんかこれから目指す女性シンガーの方とかすっごい参考にしてほしいなと思うところですね。でもこのカリスマは、無理でしょうけど、ね、その一部でも勉強しててっていう感じですよね。ねえ、うん、見せ方がやっぱりすごい。見せ方とブランドがすごいやっぱり、うんうんね、このパッケージですよね、うん、いや芸術やわ。ヒョウ柄ってまあ言うたら大阪のおばちゃんの代名詞やねんけど、うん、それをここまで着こなして、うん、またねこのパンツの上からでももうすごい美脚なんですよ、うん、細い、ね、細いね、まっすぐ足ね、でもそういうのを見てもやらしい思いを感じない、ね、うん、ないんですよね。不思議やねんけど、なんかかっこいいが先立ちますよね。うん、ねえ、もうアーティストですっていう、うん、もうそういう風にしか見れない、うんうん、そこまで持っていけるっていう、この方ほんますごいな。だなんかある方がコメント書いてましたけど、やっぱ完璧主義らしくて、うん、いやもう秋田さん自身が完璧主義だからっていうのもあって、まあでもあの動画 のステージのあれ見てても、うん、いやもう全部が髪の毛の先っちょまで計算して動いてますぐらいの感じじゃないですか。だってあのソバージュで、うん、もう下ろしてるじゃないですか。回るたんびにその髪の毛をあれ扱い難しい。あれねライブってね意外とあんなソバージュとか長くしてると髪の毛の扱いってめっちゃ難しいですよね。そうカウンテーついたりとかするじゃないですか。この着地したところでブサイクになっとったりとかするんで、そう全くないじゃないですか、うん、顔にこんなついてるとかもないし、意外と髪の毛の扱いって難しいんですよ。じゃあ、うん、こう回すときだからこう頭のこうあるんでしょうね、角度が、うん、そのやったことないか分からんけど、うん、なんか鎖でなんかシャッと描き上げる時も、うん、あれもなんか髪の毛こういう風に動いたらこう来るかこうやったらええねんなっていうところも絶対考えてそうやなと思って。お顔がなんかですよ、ね、バレエの影響ありますよ多分。だからその所作ってあるじゃん、その指先の使い方とかさ、もうそれがそのバレエで完璧になってるからだからできるっていうのもあるし、あいきなりその何もやってない人が、まあそらそうですよね、こういう動きせっちゅっても無理やから。だってあのトシちゃんとかでそうやんか、やっぱりこうダンスずっとやってるから指先、うんうんうん、何をやってもこの指先が綺麗とか使えるから、うんうん、そう全部が綺麗に見えるだけで、うんうん、いやでも本当あの髪の毛長くてパフォーマンスして絶対ここにベッシャーつく瞬間あるんですよ。なんかもう乱れてますみたいな、1秒もなかったですもん、ね、うん、その瞬間食べてる瞬間とかね、そう食べてるとかなんかもうこんなもないじゃないですか、うん、こうやってるとか、うん、もうそうなさいよなもうないないなるぞ、ついてもったみたいな、もうそれで終わりや台無しや。いやでもなんか髪の毛長くでこうパフォーマンスしてたまになんかすっごい食ってるとかここら辺かかってるとかっていうの見た時、うんうん、あいつ撮るんかなと思って見るんですけど、まああーすごいですね。いやなかなかでしたねこれもね。いや曲がかっこいい本でかっこいいですね。ジャン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 ってこうもうなんかロックの定番やけど、ね、あの、うん、ディストーションギターのリフで入るって明菜さんの曲にしたら珍しいような気がすんねんけどなっていう、なんかギターのリフでイントロが入るっていうのはね、あれ珍しいなと思って、やっぱロック似合うな。やっぱ息遣いがやっぱりもう無理ですねこの、うんうん、その明菜節もあるけどやっぱこの方息遣いやばいですね、うん、あーって言われたらこっちもあーってなるもん、うんうん、でもそれがなんなんすかね、自然にできるのがすごくないです、うん、その曲中ではーって、曲の中に盛り込むんですよ最後の、うん、なんか曲の終わりの最後の一言だけ吐息やったら分かるんですけど、なかなかこの曲ってサビのとこですよ、吐息結構多用してるじゃないですか、うん、あちこちにだってファイアースターター、うん、そこに持ってきますみたいな、あちこちにこう吐息、この息だけの部分をちょっとずつこう散らばして、うん、でサビのところでハッってなるっていう、バランスすごいなと思って、うん、要せんわ私と思いながらね、ということでね、はい、今回あのヒョウ柄の明菜さんの、はい、ファイアスターター聞いてみましたということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。
この声ってなんか隣で生で聞いてる人たち羨ましいよね、うん、ダウンタウンとか、うん、横で聞けんねんで、うん、あの喋り声やけど、あの明菜さんって喋り声もすごい色気あるやんか、ね、普段からやっぱり息の量が多い声なんだなっていうのは分かりますよね、喋り声が、うん、低いし、うん、華奢で低いっていうね。いやでもやっぱこのね、ヒョウ柄のやっぱお召し物見た時にやっぱスタイルめっちゃええなって思います。めっちゃスタイルいい。ここまで完璧やから、そのエロいって思えへんね。ない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 、綺麗セクシーは思うけどエロいと思わへん。いや、なんかあのよくあのギリシャの彫刻像ってあるじゃないですか、うんうん、あのレベルですよね。だって裸じゃないですか、あの人たちって、うんうん、でもやらしってならないでしょ、うん、あれああいう感覚ですよね。どちらかというともう芸術なんで、そういう風に見られる努力はされてると思うんですよ、うん、すごい、うん、いやそれはもちろんですよね、うん、いやだからこう他の動画でも言ってたんですけども、どういう人に見てほしいかとか聞いてほしいかっていうのってやっぱり自分でブランド作っていかなきゃ、うん、だから下品にやっちゃうとついてくる人たちも下品な人しかついてこないし、でこういうふうに上品にやると上品な人たちがファンになってくれる、うんうん、鏡やと思うから、うん、その辺のこの努力すごいされてると思います。そういう風に、ほんまアーティストですよね、うん、ほんまにアーティスト、そうアーティストとしてやっぱり見られるようにはかなりやられてるんだなと思いますね。最初はねアイドルで出てきはったんですけど、なんかもういつの間に、うん、俺未だにこの対比で出てくるのはあられちゃんの明菜さん、あこれすごいギャップやなって、あれもうギャップ萌えやなって感じタトゥーのね、タトゥーの普通タトゥーってなんかもうちょっといかつい格好でやるんやけど、あのほんまのあられちゃんで歌ってんのがねえ、あのギャップがたまらんかったけどな。すごいっすよね、この演じるその演技力がほんまの、なんか違う魂が入れ替わったぐらいの勢いでしょうね。うん、すごいな、頑張られてんな。でもこういうブランドのこの中森明菜っていうブランドをこう自ら作り上げてきたこの功績っていうのがなかなかこれで今の時代では真似できへんことやから、うん、だからこそ安易な方向に行くでしょ今の時代って。そう安易に集まる安易なことをやって、まあ、簡単やよ、簡単やけどそれって副作用あるよっていうのは別の動画でも言ったんですけども、まあでも自分の芯を通してっていう感じですよね、うんうん、だからね、だから未だにその明菜さんってこうずっとみんなファンが待ち続けてるわけじゃないですか、うんうんうん、で下品なことやってる人って結構飽きられるのも早いんですよ、うん、代わりがおるから、そう代わりがいないんで、うん、代わりねいないですよね。そう中森明菜さん、中森明菜さんっていう、うん、なんかその今一時代のその地位を築いてらっしゃるんでね、このイメージ一から作れるかって言ったら、いや無理っていう話ですよ。無理でしょ。そうやね、あの作り込み方的に私ジュリーっぽいですね、一緒じゃないですか、そのパッケージとして徹底してやってらっしゃるんで、うん、唯一無二ですもんね、うん、久々にいたらやっぱり明菜さんすごいわ。やりますね、はい、はい、ということでお仕事でした、はい、ありがとうございます。